B 級予想家です。今回は、ケ輪リングランプリ2022のですね、シャバンの決定と、各選手のコメント出ましたので、そちらを元にしての予想をさせていただきます。 はい、えー、グランプリなんですけれども、えー、周回の並びといたしましては、えー、このような形で考えておりまして、あの、戦い方の想定なんですけれども、まあ、前回とですね、あの、予想させていただいたのと、並びの方同じような形になってまして、まあ、戦い方の想定、えー、3番の新山選手のラインの先行に対して、9番の脇本選手が、 かましまくりで戦っていく形で。短期の3選手なんですけれども、2番の軍司選手が短期でのまくり。で5番の松浦選手はまあ短期でのまくり。まあ、これ自在戦も含めてという形で,で。6番の平原選手は短期での自在戦で考えております。 で、このレースのですね、まあ、展開の予想なんですけれども、まあ、何が何でも先行主導権というのは、やはり3番のですね、まあ、新山選手のラインになっていて、その先行の仕方がですね、すごく鍵になるのかなというところで、これ周回の並びとしてはちょっと中段位置を取ってですね、5番の松浦選手と6番の平原選手に、できる限りですね、もう競らせない形で、なおかつ味方につけてっていうような形が取れるんじゃないかなというところでの中段位置。 を考えてみております。で、2番の郡司選手は、まあ、できる限りですね、まあ、包まれない形から自力を出していきたいんじゃないかなというふうに考えてまして、これ、3番の新山選手が先行していく形であれば、5番の松浦選手ですね、と、6番の平原選手は追っていく形で、えー、誘導をかわしていってですね、まあ、これライン的には、ま、味方につけてっていう形で、まあ、9番の脇本選手はこれ引いて、 方法からのかましまくり。で、2番の軍司選手は、まあこれ、位置的にはこだわっていくそぶりはあるかと思うんですけれども、まあできる限りですね、まあ5番と6番、えー、5番の松浦選手、6番の平原選手にできる限りですね、ちょっと前々に攻めてもらって、本当はちょっと混戦を誘いたいところなんですけど、まあちょっと短期なんでできることがちょっと限られるかなっていうところで、まあ、9番の 脇本選手がこの状態からかましまくる。できる限りちょっと早めに行ってもらえれば、短期の3選手にチャンスが生まれるかなというところで、あのー、こっからですね、もう9番の脇本選手の仕掛けに合わせて7番の新田選手が出てくる形になるんで、7番の新田選手からすると、これ、できる限り3番の新山選手の先行を活かしていけるかどうか。 いける限りですね、出ていってからの、え、後続距離は短くしたいというところがあるんじゃないかなというところで、それをですね、え、させないというのが9番の脇本選手の動きになるのか。で、5番と6番と2番という短期の3選手ですね。まあ、ここが、え、どういった戦い方をしてくるかっていうところがですね、まあ、ちょっとこれ難しいんですけど、私としては5番の松浦選手、中入っていって、6番の平原選手、さばいていって、2番の郡司選手は最後、地元の力でまくってくると。 いうふうに考えております。でですね、まあ、展開としてはですね、このような形でですね、考えさせていただいたんですけれども、まあ、ここから先の狙い目としてはですね、まあ、私として狙い目出させていただくんですけれども、まあ、あの、皆様ですね、まあ、それぞれのグランプリに向けてのですね、あの、狙いですとか思いというものがあるかと思いますので、そこはですね、本当に好きな選手から狙っていただくのが一番いいのかなというふうに私としては思ってるんですけれども、ま、それをですね、 あの、踏まえた上での狙い目ということで出させていただきます。このレース、狙い目なんですけれども、えー、本命2番のですね、軍事公平選手にさせていただきまして、対抗の2、3着はですね、1、4、5、6という組み合わせで考えさせていただきました。この予想でですね、あの私の予想としては確定という形にさせていただきたいなというふうに思ってまして、あのグランプリの当日はですね、 え、松山ナイターがやってまして、グランプリのですね、前後レースにやってる予想をですね、あの、当日出してみたいなというふうに考えておりますので、そちらをですね、予想させていただいた際はご覧いただけたらと思います。今回の予想は以上となります。ご視聴いただきまして、ありがとうございます。